35歳からのビムシム、ビムシムレッスン TV オンライン特別企画、オートキャドマスターへの道、その16。おかげさまでたくさんの方にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビムシムを使いこなすことに的を絞り、ということでオートキャドマスターへの道をお話ししています。今度は修正というところになります。修正というのは1からあるものに対して移動させたい、消したい、増やしたいというところになります。ですので、リボンタブ、ホームの中でも修正の中にいろいろ入っていますというところだけ覚えてください。そして、修正、移動に、今回移動なんで、移動に関してなんですが、移動させたいオブジェクトっていうのは別に一つじゃなくてもいいので、線上でマウスの左でクリックをして、終わったら確定を押してあげて、複製をしてあげてください。たくさんのですね、オートキャドレビットのお答えをさせていただいてきました。こんな時にですね、質問が多いというのも分かっています。また回転に対してなんですが、このようにですね、回転で複製させたオブジェクト、線上マウス左で確定をし、右で確認をしてからどういうところに行きたいかっていうところですねを入れていくあります。で、基本的に回転角度っていうのは反時計回りなので忘れないようにしましょう。無料のオープンチャットですね。キャドオペさん専用のオープンチャット。3週間なんですが、3週間限定で3時間であっさり建物を描いてしまおうというのをやっています。ビムシムレッスン TV オンラインのお問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。